ファング、私たちに何が起きたのか考えてみたんだけど。なんだ、何か分かったのか？うん、やっぱり何でもない。しかし皮肉なもんだな、ソウユル草原といやティアラと出会った場所だ。最初の印象最悪だったよね。フューリーは横取りするし、フェンサーから助けても礼一つ言わないし。ちょっと待って、カモミールティ、ティアラ、なぜティアラがここにいる？まさか生きて、なぜだ、どうなってる？なぜ私の名前を知っていらっしゃるのかしら。あなた何者？とぼけんな、どっから見てもお前はティアラだ。なんだよ、なんかのドッキリか。本当に少年の腐った女だな、俺様に無駄な心配かけさせやがって。もう失礼な。それに何をわけのわからないことを言っていらっしゃるの？ひょっとしてこれがストーカーというものかしら。はあ？よく聞きますわよね、アイドルに恋焦がれるあまり自分が恋人だと妄想してしまう哀れな方の話。お前がアイドルって面か。俺はファング、こっちはアリンだ。ふざけんのも大概にしろ。ああ怖い怖い、美しすぎるのも考えものですわね。まあお茶でも飲んで落ち着いてくださいな、今入れたばかりですのよ。その手に乗るか。分かってんだよ、そのお茶の中にはしびれ薬が入ってんだろ。なぜそのことを。やっぱり。あなた方ちょっと気味が悪いですわ。もはやストーカーレベルじゃありません。関わりたくないのでとっとと失礼しますわ。ごきげんよう。おい待て、ティアラ。行っちゃった。どういうつもりだあれは。本当に俺たちがわからないみたいだったな。ファングはあれが本物のティアラだと思う？思うね。なぜいきなりソウユル草原に飛ばされて、死んだはずのティアラが生きてんのか、わかんねえことだらけだが、それでもあいつが本物だってことはわかる。うん。私も本物だと思う。私の考えが正しければ、ここは。行こう！きっとティアラはフェンサーに襲われてる！フェンサーに？それじゃまるで、初めてティアラと出会った時と同じじゃねえか。そう。同じだよ、何もかも。俺はいわゆるチンピラさ、お決まりのキャラってやつだ。黙ってそのフューリーを渡すんだな。さすが、お決まりキャラであって随分つまらないお顔をしてますのね。あなたに差し上げるものはございません。けっ、なら腕ずくでいただくぜ、あんたごとな。そのお高く止まった顔が泣き顔に変わるのを見てみたいね。それは俺も見たい。誰だてめえら。このタイミングで出てくるなんて、あなたやっぱりストーカーね。まだ言ってるよ。あ、なんかあのフューリー前と違くねえか。あ、ほんとだ、なんでだろう。なんだこいつの仲間が。ええ、そうです、私のフューリーが欲しければ彼を倒しなさい。ストーカーさん、私の前でいい格好できるチャンスですわよ。なんか最初に会った時よりさらに扱い悪くなってるような。行くぜ。ちっ、いろいろ気に入らねえがやるしかねえな。邪魔すんなっての。さーてと、アタックエフェクトシューティング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 。やっぱ俺って強いかも。口
私ほどにもねえぜ。ん？結構お強いのね。見直しましたわ。お前本当に俺が分かんねえのか？もしかして記憶喪失か？違います。あなたの方こそ妄想癖がひどすぎますわね。でもまあいいですわ。それより一つ提案がありますの。私たちを下僕にしようって言うんでしょ？あら、物分かりがいいこと。私一人で旅をしていればさっきみたいな方に目をつけられてしまいます。どうですか？ストーカーさんにとって私と組めるなんて一番のご褒美でしょ？ストーカーじゃねえ。俺はファングだって何回言ったらわかるんだ、この鳥頭。いつまでもボケたこと抜かしてるとぶん殴るぞ。何ですか急に。乱暴なことね。でもちょっと新鮮。出た、ティアラのツンエム性質。た、感動の再会だってのにムードのないやつ。とにかくお前には聞きたいことが山ほどある。どこかに入ろう。聞きたいこと？私はファングさんにお話しすることなんてありませんけど。でも宿は必要ですわね。私の縁者が宿の経営をしていますから、そこへ案内して差し上げます。本当に何も覚えてないんだな。何度も言いますが、私やファングさんと会ったこともないし、名前を聞いたこともありませんでした。あのソーヨル草原に行ったのだって初めてです。どうやら芝居を打ってるんじゃなさそうだな。なぜ私がそんなことしなければならないんです？ファングさんの人違いではないのですか？それはない。パートナー妖精は9位。普段はお上品ぶってるが、実は腹黒い。切れると怖え。女神を呼び覚まして世界平和を願うためにフェンサーをしてる。これでも人違いだと言えるか？今本能的な恐怖を感じました。それ以上近寄らないでください。キュイーだー。人を変質者を見るような目で見るな。だってやっぱりスト違うっつってんだろ。だいたいなんでティアラがここにいるのか聞きたいのは俺の方だ。ティアラは確かにあの時。ファング、ちょっと話があるの。部屋に来て。ああ、わかった。これ見てよ。あ？ただの新聞がどうかしたのか？日付のところを見て。ずいぶん昔の新聞みたいだな。で？もう勘が悪いんだから。それ今日の新聞なの。私たち過去に戻ってきちゃったんだよ。は？そう考えれば辻褄が合うんだよ。あの儀式の場には女神復活のために必要なアイテムが揃ってた。そしてティアラの死体を見た瞬間、ファングは何を願った？願う？よく覚えてねえな。気が動転してたから。ティアラの蘇生を願ったっていう答えを欲してることくらい話の流れで察してよ。めんどくせえ女だな。とにかくファングの強い願いに呼応して、私の力、すなわち女神の意志が発動した。そしてティアラが生きてる過去の時間に飛ばされたんだよ。そんなことがあり得るのか？うん、あの時確かに私の力は発動した。そうか、だからティアラは俺たちのことを知らないってわけか。ファング、驚いた？驚くよね、大丈夫？ああ、俺たちが過去に戻ったなら未来を変えることができるかもしれない。そうだな。え、それはわからないけど。変えるんだ。ティアラが死なないような未来にしてやる。そうだよ。うん、そうだよね。運命は変えられる。ファングが最初に言ったセリフ覚えてる？俺の意志が俺の運命なんだって。
それは今でも変わってない。俺の意志でティアラを救ってやる。でも儀式の場で殺されるティアラを見たこと、ティアラには言わないでおこうね。きっと不安になるから。ああ、分かってる。つまり、私とファングさんたちはかつて一緒に行動していたけれど、ある時アリンさんの力が発動し、お二人だけが過去に飛ばされてしまった。あなたたちは私と出会ったこの時間、あなたたちにとっては昔に経験した過去をやり直しせざるを得ない、そういうことですか？おい、分かってんじゃねえか。分かってませんわ。そんな馬鹿げた話、信じられるはずがないでしょ。ま、無理だよね。急に信じろって言われてもさ。だが俺たちはティアラを知ってる。それが証拠だろ。確かに、名前だけならまだしも、私の旅の目的まで知るのは困難でしょうけど。じゃあ信じてくれる？いいえ、そもそもあなたたちはうさんくさいのです。うさんくさい方がうさんくさいことを言って信じられるはずありません。俺のどこがうさんくさいっつんだよ。見ろこの澄み切った目を。驚くほど充血してますわよ。うっせえな、てめえのせいで苦労してんだよ。やっぱり私を騙そうとしてるとしか思えません。じゃあ私たちの言うことが未来で実現したら信じてくれる？状況に応じて慎重に判断します。よし。ねえファング、ティアラと出会って初めて行った場所といえばヤタガン洞窟だよね。そうだな。いいかティアラ、これからヤタガン洞窟に行く。そこにはフューリーがあるからだ。俺はそこにある罠がどんなものか知ってる。本当だと分かったら信じろよ。信じるかどうかは別としても、フューリーは私にも必要です。いいですわ、ヤタガン洞窟へ行きましょう。おう。ん？俺は重大なことに気がついてしまった。なんなの？そんな深刻な顔して。すでに未来を知ってるなら、その知識で金儲けできるんじゃねえか。世紀の大預言者様ファング、鑑定料100万ゴールド。最初にちょろちょろっとこれから起きることを言っときゃ、あとは適当でいいだろ。何かと思ったらそんなことか。ドキドキして損した。くだらないこと言ってないでさっさと行こうよ。やっぱりうさんくさい。